こんにちは。5月17日にニューシングルをリリースしたばかりの女歌の名手、郡健太さん。今回は郡健太さんの新作「白爪草」についてインタビューなどをまとめていきます。今作は熟年男性も思わずマイクを握りたくなるような作品に仕上がっておりますと語られる今作、意気込みや出来栄えの方はどうなのでしょう。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。郡健太さんは今年でデビュー15周年、その15周年を記念して作られたニューシングルが白爪草です。切ない女心を歌い続けてきた郡さんが15年目にしてようやく出会えたと語る新曲は、誰もが笑顔で聴ける自身初の幸せの女歌だとか。歌人のインタビューの中では新曲にかける意気込みが語られています。これまでずっと女性が主人公の歌を歌ってきましたが、そのほとんどが切ない気持ちを歌った女歌でした。今回は15周年記念作品ということもあって、このあたりでちょっと幸せになってもいいのではないかということで曲作りがスタートしました。なので今回の白爪草は初めての幸せの女歌。大谷先生が歌ってくださったデモ音源を聞いた時は、お客様がにこやかに聞いてくださる情景が目に浮かびました。作詞の小読み先生とも話したのですけれど、歌の中の二人は世間から祝福されない恋をしてきて、今ようやく幸せな世界が明けた、でも全ての人からおめでとうと言ってもらえる状況ではない、歌の最後でようやく咲いた幸せの白い花と歌い収めますが、それはまだ二人だけの小さな幸せということなのだと思っています。ただこの曲はあくまでも幸せになる歌ですから、あえてそこは深く考えないようにしました。考えすぎると切ない歌になってしまいますから、これまでの曲より早めにしたテンポに乗って楽しい気持ちで歌いました。タイトルの白爪草はどういった意味なのでしょうか。僕自身は最初に白爪草と聞いた時は驚いたんです。なぜかって、演歌ですからもっと日本的なイメージの花を題材にすると思うじゃないですか。それが白爪草、クローバーですから、表記も僕は白爪草って漢字にした方が和のテイストが出て演歌には似合うと思っていました。でもそれでは硬くなってしまうと、女性の目線から見ると幸せを表現するのだから柔らかいイメージで歌ってほしいという声が多くて、白爪草となりました。今回はテンポが速かったので、これまでの曲のように感情を込めて歌い込んでいる時間はありませんでした。だから色を出すという意味ではすごく難しい曲でした。一つ一つの言葉を大切に歌おうと思うのですが、テンポがそれを許してくれないと言いますか、かといってテンポをおろそかにすると歌になりませんし、ずっとスローな曲を歌ってきましたので、今回は本当に勉強させていただきました。シンプルな曲だけに表現するのは難しかったようです。郡さんの代名詞である泣きも入れにくかったとのこと。テンポに追われていますから、そうそう泣いてもいられなくて、その点もすごく難しかったです。大谷先生からは超えてきました、二人してのところ。ここは本当はリズムがしっかり刻まれていて歌いやすい旋律なのですが、あえてここで泣いてくれと、テンポをとってきちんとリズムを刻みながら裏で泣くという、僕にとっては最大の難所でした。とにかく今回はテンポを課題に取り組んだ作品だったと思います。女歌ではありますが、初めて独特の高音部の切ない表現を抑え、ハッピーな心情をテンポよく表現した今作。カップリングの恋は上機嫌はガラリと趣が変わって明るい歌謡曲調の曲です。歌詞も若い男性の恋心が爽やかに描かれています。この曲の主人公はなんというかすごく面白いタイプ。
自分の世界に入ってしまっていて、もし僕が友達なら、本当にその人はあなたの方を振り向いてくれてるの？って忠告したくなるような。僕は恋には慎重な方ですし、笑。自分とは真逆の人という感じですね。そんな男の歌ですから。レコーディングの時も、もっと弾けちゃっていいよと言っていただいて気持ちよく歌いました。70年代の歌謡曲というイメージで面白く仕上がったと思います。ステージの時にこの曲を入れることで、ファンの方も一息つくことができますし、楽しくていい曲だと思います。これまでの僕の歌は聴かせることがメインでしたから、恋は上機嫌のような曲が加わると、逆に他の女歌たちが引き立ってくるんじゃないでしょうか。9月、10月、11月には15周年記念コンサートという大きな舞台が待っている郡健太さん。どんなステージにしたいですかという質問に対しては、すべてのファンの皆さんに感謝を込めて、久しぶりに再会できたことを喜び合える時間にしたいと思っています。歌手、郡健太だけはなく、人間、郡健太のすべてを皆さんにお届けしたい。今、決まっているのは北海道、宮城、東京の3カ所ですが、ファンの皆さんもこの3年間、ずっと待っていてくださったので、今後はもっともっといろんな場所にも出かけていきたいですね。と話しました。今度の15周年のコンサートでは、とにかくオリジナル曲を1曲でも多くお届けしようと思っています。というのも、コンサートの後にお客様にお聞きすると、オリジナル曲をもっと聴きたかったという声が一番多いんです。今、オリジナルは37曲あるのですが、どれだけ歌えるか、チャレンジしてみたいですね。楽しみにしていてください。15周年コンサートに先駆け、つい先日大阪で単独ライブも実施した郡さん。もちろん、新曲である。白爪草も披露しました。初の幸せな演歌へ、ファンの評判は上々。郡さんも手応えを感じているようです。自分は25歳とデビューが遅かったので、一曲もおろそかにできないという気持ちでやってきました。10年過ぎようやくお客様からの手応えが感じられるように、やはりトークのやり取りができる生が一番。中でも大阪は良い意味で盛り上げ、上手で反応がストレート。すごく勉強になり、曲評価をしっかりと見極められると満足げに語りました。コロナ禍でなかなかコンサートのできない日々が続いたこの3年間。振り返ると簡単な道のりではありませんが、学ぶこともあったようです。この3年は歌い手としてというより、一人の人間として思うことが多かったですね。これまではスケジュール帳を真っ黒にしなきゃいけないという思いで無我夢中で仕事に邁進してきました。体調が優れなくてもやらなくてはって、変な力が入っていたように思います。でももっと人間、郡健太を大切にしなくては、歌手、郡健太としてこの先歌い続けることができなくなるかもしれないと気づいたんです。頑張るところと頑張るための時間を作るところのバランスを取ることが大事。結局その方がいいパフォーマンスができるんですよね。そんなことに気づかされたコロナの3年間だったような気がします。現在は YouTube にも力を入れ、生配信なども行っています。アーカイブに残さない生配信番組をやっています。後でまた見たいという方もいらっしゃいますが、届ける側も見る側もその時限りの生配信というのもいいんじゃないかと思いまして、歌っておしゃべりしてチャットの書き込みも全部読むようにしています。時々海外の方がチャットに入ってきて、これ何語だろうなんてこともあるんですよ。見えるラジオというコンセプトでやっているのですが、皆さん楽しみに見ていただいているようで、これからも続けていきたいと思っています。トイプードルの愛犬、ズンダくんも出演するという YouTube ライブ。
アーカイブは残りませんが、時間が合う方は一度見てみてはいかがでしょうか。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。